んにちは、マケシです。今日は、最近どういう本を読んでるかをちょっと紹介したいと思います。でもし、この、こう、動画を見てる中で、英語を勉強してる人とか、中にいたら、ぜひ、これも、日本語じゃなくて、英語で読んでみてください。で、もし、英語はまだ、読めるほどじゃないのであれば、まあ、日本の本なんで、日本語もありますっていう。で、これはですね、英語のタイトルが、Strange Weather in Tokyo。東京で変な天気っていうタイトルなんだけどね、英語のタイトルはね。で、川上博美さんの、本で、日本語のタイトルは後でちゃんと書きますので、よかったら見てきてください。で、この本は、エリソン・マーキソン・ポーヴォーさんが、なんかこう、日本語の本を英語に訳して、で、それを日本で買いましたので、結構、日本でこうね、訳されてる本を買うとね、結構高いんですよ、こう。値段を見ると、うわー、高い。まあ、高いって言って、1358円と、あと、まあ、税金でした。で、まあ、例えばね、アメリカとか、いや、イギリスか。よくわかんないけど、海外で買うとね、もっと安いんで。まあ、そういうもんなんでね。で、あと、まあ、まずはですね、日本人の、まあ、こう、もうカバーの見た目、まず違うんじゃないですか。だから、日本語のやつと、多分、アマゾンで、こう、あとで、まあよかったらリンクとか貼るから比べるかもしれないけど、そのなんか本のデザインがまず違うんですね。この前の写真と、あとその本の書き方とか、本のサイズとか、本の重さとかもそうなんだけど、あとはですね、海外の、まあマーケティングの方法も違うんですよね。だからすっごい面白いのは、こう、ここに、大体みんなが知ってるような、ところから、この本についてのコメントが書いてあるんですよ。そうすると、あ、この人がこれを読んで、こういうコメントをしたから、あ、だからそれを買うべきだっていうのね、後ろに、まあ、結構有名な人がちょっとコメントを書いてくれた。だから海外の本はね、大体そうなんで、なんかね、日本とちょっと違って面白いんだよね。で、もちろん、文字のサイズ、英語だとね、それも日本と違うし、あと、物をこう翻訳するとね、サイズがね、かなり変わるんですよ。すごい面白いんだよね。だから日本の本ってさ、日本語ってこうね、頑張ればすっごいちっちゃくできるけど、英語ってね、こう重いでね、文字の分量が。だからなんかそういう意味も、まあ、もし英語をちょっと勉強したかったら、そのなんかね、部分的で読んでも面白いし、まあ日本語で一回読んで、英語でちょっとやってみてもいいかもしれない。なんか自分の英語のレベルによってこうね、暇だからすぐ読めるっていうレベルの人もいれば、そうじゃなくて、丁寧にこう全部調べてやる人もいるので。だからそこはね、英語の勉強の方法はみんな好きなようにぜひしてきてみてください。だけど、うちは今日まあその本を買って読んで、まあ感想を言おうと思いまして、まあなんかね、すっごい可愛い。まあ、ラブストーリーでした。うん。なんか、新宿の本屋さんに行って、こっちが、ちょっとなんか英語で、日本人が書いた本がこう翻訳されてるって、そういうのなんかこう読みたくて、新宿に行って、その情報も載せておきますので、新宿にある本屋さんってすごいおすすめなんですよ。海外の本はいっぱいあって、あとドイツの本もいっぱいあるんですけど、いや、ドイツは少ないんだよね。どっちかっていうと、その教科書とか勉強法とか、そういうのが多いんだけど、まあそこで、この本を、まあ買いました。で、それを、すぐ読み終わりました。で、なんか、恋する話で、なんかこう、東京の雰囲気とか、なんかこう、一人暮らしの雰囲気とか、あと、すごい印象に残ってるのは、なんか中のエピソードだったり、なんかあんまり本の感想を言うとなんかこう、中身何か書いてあるかバレちゃうんで、そこは皆さん自分で読んでみて、よかったら読んだことある人の感想、うちもすごい気になるんで。うちは、この本の、まあ、感想としては、すごい、まあ、良かった。なんか読んで楽しかったし、あとなんかそこまで長くないので、まあ、ちょうどいい長さ。うん、なんか、
そうね、なんかその居酒屋の雰囲気とか、なんだろう、その辺で、ああ、なんかその、もちろん英語なんだけど、そのなんか、英語には書いてあるけど、日本の雰囲気がすごい伝わってきて、だからそれはまあ、すごい、うちとしては良かったと思います。で、今日の、まあ、本の感想でした。はい。ブストネスマイ、チュース。